別になんかルール説明のところあるじゃないですか。そこはもうなんか、うん、あのこれ見ながらでもいいんで、むしろ。OK。はい。もうまあじゃあ、はい、行きます。どうぞ。ウエスト。皆さんこんにちは。これはまだ見んの早いか今日はここ札幌アミューズメントパークに来ています。で、サッカーのなんかやろうかなと思うんですけど KIPK っていうのをやっていきたいと思います。ルールがですね、キーパーだけ後ろを向いた状態でゴールを守るんですね。でキッカーはゴロで蹴って転がる音とかその気配で刺してボールを止めるっていう、でそれでサカイヤと10本勝負していきます。負けた方は罰ゲームでケツボールショット。やだやだマジですげえ思いっきり蹴ってきそうじゃん、なんか運転をいつも注意するからそのなんか腹いせで俺にちょっと今日ぐらいはねバーンといっちゃうかなと思ってということで、はい、じゃあやっていきましょう。よし、ルール追加します。パターゴールなんで、はい、足だけで手を使うのはなしで横になるサッカールールのままですね。はい、はい、それでいきます。うわっ、ちょっと怖いことやってるな、やめてよ。じゃあ、ちょっと先行でいきます。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、行くでしょ。先行先行、じゃあ僕最初守りますね。放置してたら、放置してたら気配感じられないんで、ただ暴力になっちゃうんで、じゃあ行きましょうね、ごめん。いや、はい、ピー、よっしゃあ、これ意外と難しいかも。いやでも、なんか真ん中来てるなみたいな思った、思いました。だから、不要になってきたね。で、1本目とりあえず見たら見たりとかね。丸ピー今いちいちだからあれですよね、場所が分かってもまた抜けるっていう。そうだな、ありますね。で、西大吾2本目ごめんピー、ということで、じゃあ、今ちょっと僕有利なんで、右に蹴ります。いいいいよいいよいいよ、今3、2かな、ピー、3本目、はい、いい、あの、よっしゃ今分かりました、完全に、はい、ボールの速さも分かりますね、音で。これ今3本目の方法、結構有利だこれ、ピッ、おぉ、危ねぇ、スリーでも蹴んな。ちょっと今緩めでいきましたけどね、2点差で勝ってるってことだ。4本目、はい、あ今どういうボールでした、全然わかんなかった。結構浮いちゃったおい、僕勝ってるってことだ。誰がボールだよ、はい、そこにコーナーって全然動かない。あ、ほとんど全然動かない。どこに来てるか、3本目の後半、4、4の後半だ、ピーよし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 やったこれ、やったこれ、やったこれ、マジですか。ごめん、はい、先行いきます、はい、あ、でもこれ5本目ですね、まだ。あ、10本やな。10本、はい、見てな。え、なんか外せばどうです。え、俺2本外したっけ。はい、あ、そうですよ、2本外したんです。ピためてきたじゃんやばい、同点じゃん、同点だ、6本目あ、わかんねえむずいぞこれ、今わかりづらい。え、どういうことだったの、まだ勝負中だから。6の後半、くじいてました今、足首痛い。7本目、
こういう話だよ。なんかいきます、7本目の後半。ピッまた多いな。ミスだろもうちょい1個つけてるんですね。8遅いんだよな、俺は思ってるより。俺が今のまたを通るはずだったんだよな。8本目の兄さん負けてる。これ決めたら2本、2点差。じゃあ、でかいぞ。ピまあでも確かに無理がある攻撃だったかと思います。ノーゴール、一本差だね。決めたらどうだよ。先行だからね。こっち、ああ真ん中か。真ん中が一番ないんだよ。なんか変な読みしちゃいますよね。なんか真ん中分かりづらくないですか。まだ1回も蹴ってないですもん。真ん中来るか。 B、 ちょっと待って、何が B っつってこれやった。特に意味ないです。すげえ深いしてくる。ピッ、よっしゃー、ラスト。外したら負けだ。外したら負けです。外したら負け。もう話してやる。なんならこれ止めてやるよ。そういうふうにまだ来るから。これ決めないとダメ。決め、外したら作動。外したら同点。これ止めないと。ピッ、今の感じ。4年おかしいこと言ってないよ俺。サドンデスですね。こっち、あ、また真ん中だ。次外したらインスタ勝ち。よし、止める。これ絶対止めるな。無理。まだ終わらせてやる。サドンデスなんてやってる場合じゃないや。ライブが入ってる。8に来てんだこいつ。ガチに来てますよ、それはもちろん。今のスピードいいことね。今のスピードいいっす。 OK。 またそう、純粋に信じればよかった。もう8に来てますからね。ピー、あっ、おいしい、あぶねー。よしよしよし、繋いでるよ。さあ、真ん中ですよ。真ん中の勝負になってきてる。なんかいや緊張感あるな。よしよしよし、なんか左の方がいけた。ピッ、よしよしよし、つかまるな。よし、これ止めちゃおう。パパッと、こっち、おっしゃっしゃっしゃっ、ラスト。こちら早いのやんな。オッケー、わかりました。ここはね、ちょっと早すぎると面白くないから、しっかり勝負いこう。ピッ、罰ゲーム。当たんないんやな。当たんなくても終わりやからね。1本だけ。もちろん。
なるほど、わかりました。怖いな。ケツさよなら。あー結構な勢いで蹴ってきた。次俺ね。え、なに次俺って。あ、じゃあ終わり、終わり、終わりね。はい、怖かったっていうかすごい勢いだったよね今。やっぱ日頃の分あるんだわ。高谷くん、そう、まあ当てらんなくてちょっとショックでしたけど、僕負けました。はい、完全に。やっぱね、高谷くんね、動くでしょ。それがいいんだよ。俺はね、こうやって楽してる。あ、伸ばしちゃうだからまた通ってんだ。ちょっと次、あの、誰かとコラボして対戦するとき、そうですね、大きいゴールでね、やりましょう。ということで、皆さんありがとうございました。